お晩でーす。 in 東京です。築地のど真ん中のホテルにいます。今回もおなじみのマイパジャマを持参してます。今回は視覚に障害がある方たちにとって便利なものを生み出している企業の方たちとのコラボで東京出張に来ています。それで明日がコラボの予定なので前日入りして、ホテルに一泊しています。なんか夜お夕飯食べに行こうかなと思ったんだけど、築地ってやっぱり朝から昼過ぎまでがメインとしてここら辺のお店は動いているから、夜の時間帯はシャッターが降りているお店ばかりで、今日のホテルはなんかキッチン付きなので、なんかちょっと軽く食材買って作ろうかなと思ったんだけども、なかなか東京内にスーパーがないのと、まあ毎日料理作ってるから出張中は少しはね楽しちゃおうかなということでコンビニ行ってきました。どうでもいい情報かもしれないけど、私が出張でコンビニオンリーで過ごすんならこんなのがいいっていう、まず絶対野菜欠かせない、サラダ。この部屋ね電子レンジもついてるからちょうどいい。私の大好きお好み焼き、海鮮お好み焼き。明日の朝もご飯必要だから食物繊維がいっぱい取れるスープと、あと鮭おにぎりと、朝まで飲むお水、非常食におしゃぶり昆布梅を買いました。いやなんかね、さっきコンビニ行ったけどね、なんか今日すごく見えなくて全然コンビニにあるものが把握できなくてね、すごい苦戦した。でこれは何分なんだ、電子レンジで500ワット7分10秒、600ワット6分40秒。ちょっと行ってきます。じゃーん、お好み焼きできた。乾杯。今回東京に来た理由が、障害がある方たちがより便利になるようにという思いで動いていらっしゃる企業の方とのコラボで、実はそういった障害当事者の方たち、高齢者の方たちとか、そういう立場の方たちがより便利になるようにさまざまな方法で取り組まれている企業っていうのは実は多くあります。私もこの活動をしていると、商品開発をする上で当事者の声を聞かせてほしいだとか、こういった商品は実際どのように感じるのかという、当事者の声を聞くという段階で企業の方から声をかけていただけます。障害関係の便利なサービスだったり便利な商品っていうのは本当はいくつもあるんだけれども、その情報がなかなか当事者の人たちに伝わりにくいっていうことがあって、やっぱり企業の皆さんもせっかくいいものを作っても当事者の方に届けるのがどうしたらいいだろうって課題を抱えているケースも珍しくなくて、私は当事者の方とたくさん関わっているので、その情報を届けやすい立場なので、その部分でご協力をしてほしいという依頼もあります。私も障害当事者で生きてて思うのが、 CM とか広告とかを見ていて思うんだけれども、障害に特化したものじゃないものって自然と入ってくるけども、障害のことって自分から情報を取りに行かないと得られない。でしかもその情報っていうのが結構点在している。情報誌を開いてそこから得られる情報は、障害あるなし関係なく様々な情報を得られるけども、障害のことに特化した情報を拾おうと思ってもそういう場所が多くはないと障害当事者としても思ってます。企業の皆さんが障害がある方たち向けに開発したり取り組んだりしていることっていうのは、そこに関わってる人に労力の対価を払わないと続けていけないので、ある程度やっぱり作り出したものっていうのは企業としては皆さんの手に届かないと、成果が得られないとその取り組みっていうのは持続していくことが難しいんですよね。私も独立する前の教員の時なんていうのは全くそんなこともなんか考えず、例えば白杖をはじめとする補助具っていうのにもそれぞれ企業の取り組みが背景にあって、でもここっていうのは全く
誰にも手に取ってもらえないものはなくなってしまうんですよね。しかも誰にも手に取ってもらえないものは発展していかないので、より良いものにできなかったり、競合が生まれないので、まあ一つの、サービスの中身でしか提供ができない。ここってすごく大事で、障害当事者が便利だなって思うものが増えてほしいのであれば、それを生み出す企業の皆様の生み出したものが多くの当事者の方たちに情報が届いて選択しようかなっていう選択肢に上がってこなければ、その企業の取り組みっていうのは続けていけないんですね。じゃあどうするかって大事だなと思うのは、やっぱりそれを必要としている人たちに情報を届けなくては後詰まりしてしまうということになるんですよね。だからそれをじゃあ企業の皆さんはどう伝えようっていうことをすごく悩んでいる。そう、なんかやっぱり何事も情報って大事。障害から生まれる不自由さを抱えていて、でもそれを解消するための情報が得られて、自分がそれを選択した場合はやっぱり不自由さっていうのが軽減したり和らぐので、生きやすかったり、ストレスを減らすことができたりするっていうところは私自身がすごい実感しながら生きているからこそ、障害に関する情報をお伝えできたらっていう願いも私もこの動画配信をやってる最中芽生えていったっていうところがあります。だから障害福祉にスポットを当てて障害施設を回ってご紹介するっていう活動をしていたり、自分で便利だなって思ったものを皆さんにご紹介したり、まあ、私はこういう風なものを使ったり、こういう工夫をして過ごしていますっていうことを伝えたり、あとはコラボをしてその方と一緒に伝えたりしてやってるっていう思いがあって、でやっぱり私も自分では探しきれなくて、私の活動を見て様々な人がこんなのもあるよ、こういうものもあるよってフォロワーの方が教えてくれたり、私の活動に興味を持ってくださった企業の方たちがこういうものもありますよっていうふうに声をかけてくれたりしています。きっとこれは私が発信者じゃなかったらその情報っていうのは集まらなくて、今私がこういう発信をする立場だからこそ情報も集まってきやすいし、同じ境遇の障害当事者の方にも届きやすいっていう立場に慣れているのかな、またはなっていきたいっていう思いがすごくあります。また出張の時にはこうパジャマでね、皆さんに思いを伝えたいと思います。いつもいいねやコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。おばんでした。